ラム街が各地に生まれ、盗品市場、銃器売買、薬物取引などの違法行為が公然と行われるようになった。そのため日本政府は非合法活動を専門に扱う極楽という特務機関を組織し、平和と秩序を取り戻そうとした。トヨラさん、どうも。おお、今日はあの質のいいのを揃えてますからね。どうせ寄せ集めだろ。豊原さん、口が悪いやん。こちらウグイス。指定ポイントに到着。ターゲットは黒田財閥の幹部豊原渉。最近スラム街を頻繁に出入りしている形跡がある。豊原の目的を突き止めて。了解。豊原さん、中か。あ、はい、先ほど。さっき銃声聞こえたけど、どうせまたポンコツばっかなんだろ。誰だお前。ここは立ち入り禁止区域だぞ。おい、いい目してんじゃねえか。